いいわ、ハムスターも回ってるし。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ、ラクジュエーションサロン夢見の館へようこそお越しくださいました。ということで今回は狼10人のシベリアがタキシード姿で待っているので、イチャイチャしに来てくださいということで、ポカポカ村に行ってみたいと思います。いい夢見せて、お任せくださいな。では夢を踊りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということでポカポカ村に出発。ポカポカ村に到着。お、いいねいいね。夢の世界へようこそ。あなたは今ポカポカという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のポカポカの世界をご堪能遊ばせ。ちなみにこのポカポカ村はローズメイ村、秋のローズメイ村と同じ人が作った村で、今回このポカポカ村は春の村です。秋ではなく春。ちょ待って、座っちゃったんだけど。はい、それじゃ着替えていこうか。これは両方かな。風車、風船、風船でいこう。ということで着替えます。あ、そういうことか。じゃーん、なるほど。シベリアがタキシード姿で待っとってくれとるって言うけど、なるほどね。女の子がウェディングドレスなわけだね。え、めっちゃいい。さあ、それじゃあ、1軒目の家に向かってみましょうかね。ちょ、森の中にある。あー、いいね。この家の前を、あ、いいね。いや、なんか、こういう川の前デザインとかって、まあ、あったけど、こういう感じってあんまなかったことない？家の前をこう流れる川。え、すごい、なんか絵本の中みたいやね。かわいい。ほらほらほら、めっちゃいい感じやん。で、ここの住人さんは、いらっしゃらないのかしら。中かな？じゃあ、お邪魔します。どうも、海の家やね。あなたの願いが叶いますように。アンネさん、かわいい。やったね。私のお願いなんやろ。シベリアのお嫁さんってことかな。え、めっちゃいいね。海や海、もうなんか夏の気分やね。すやー。はい、それじゃあ左側の部屋へ。お、ほら、もう全体的に。で、さっきのメインのフロアが、まあ、海で、こっちが海の家的な感じかな。雪だね。てか、なんか音楽かっこいいんやけど、これ何の音楽？聞けない。聞けない。わからない。ここでちょっとモーニングを取りつつ、雪かな、雪かな。はい、そして、右側の部屋へ。お、右側はお風呂や、お風呂。まあ、これでね、まあ、海とか行ったら、やっぱり、潮がついたりとかめっちゃするけん、ここで、シャワーを浴びて、潮を落とし、そしてゆったりとお風呂に浸かる。この、お菓子を食べながら。そういう感じ。いいね。優雅だね。ほい、それじゃあ、2階へ。あぶねえ、出よった。お、あ、2階で寝るのか。あ、なるほどね。一瞬、中庭に出たって思ったけど、ここで寝るわけですね。なるほど、よき。よき。この音楽は？ケケカリプソ。どういう意味なんやろ。カリプソやって、カリプソ。ちょっと響きが気に入った。はい、そして地下へ。
チカかわいい。え、チカめっちゃかわいいんやけど、なんか急に森の中風。え、めっちゃかわいくない？すごいなんかあったかい雰囲気がする。え、よき。え、ものすごくよき。かわいい。いいね、いいね、いいね。え、ここの雰囲気すごく好き。いいわー。ハムスターも回ってるし。あ、てかそうやな。この世界ね、動物、住人の中にハムスターあるのにハムスター飼えるんよね。不思議。さあ、そして、二軒目のお家は、あっち側か。はい、二軒目の家へ向かいます。シベリアの家はどこなんやろ。はい、二軒目にたどり着けない。あっ、おった。え、これでしょ。ほら、シベリア。見ねえ顔だもんね、客人だな。まあ、ゆっくりしてってくれ。好きだよ。愛の告白。愛の告白受けちったわ、私。びっくりした。花束渡されるかと思った。え、見て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 。ほら。お似合いじゃない？ちょ、後ろにペーターとかおるけど。はい、それじゃあお邪魔しますね、二軒目のお家。どうも。あ、待って、あそこに住人さんおった、外、ウェディングドレスの。ということは、もうここが村長さんの家ということやね。あ、もうすぐ近くにシベリアの家があるってことや。あ、もうほら、写真も飾っちゃって。ね。好きな言葉は真っ黒より灰色の方がマシ。でも確かに真っ黒よりは灰色の方がいいんかもしれんけれども。それな、うーん、白がいいよ、白が。ね。もしかしたらこの2匹もラブラブやったりするんかな。オスメスわからんけど、なんか見つめ合いよる。はい、そして左の部屋かっこいいな。何 DJ やってるんすか。めっちゃかっこいいやないですか。めっちゃかっこいいやないですか。おーっと、こっちにもおった。いいね、いいね。趣味は音楽？かっこいい。かっこいい、かっこいい。歌を歌ってるのは埴輪たち。じゃあ私、この特等席で聴いてくね。ドーナツ食いながら。いいね、いいね。もうなんか見た目的に漫才とか始めそうな感じやけどね。蝶ネクタイつけて。かわいい。はい、そして、奥の部屋へ。あー、いいね。いいね。え、めっちゃいいやん。もうなんか、お祝いの雰囲気やわ。ね、ちゃんと横にウェディングケーキも置いてあって。いいなぁ。なんかもうめっちゃ好きだわ。てか前から思いよってんけどさ、これって、この家具ってさ、どういうこと？この、食器は込みなの？別？一緒ってこと？食器込みの家具なの？なんかよくわからんのよね、その辺。あー、もうどっさりプレゼントも届いてるわ。いいやん、いいやん。後ろにもでっかいウェディングケーキが。お姫様になった気分ね。はい、そして、右側の部屋へ。は、結婚式。ここで私は、シベリアとの式を挙げるわけですね。良きかな。めっちゃなんか周り夜景も見えるし、素晴らしき。あ、これ、交換する指輪？いいね、いいね。いいね、いいね。これ参列者たちかな？ありがとう。みんなありがとう。お祝いに来てくれて。はい、そして、めっちゃ崩れよるけど、これ大丈夫？ケケスカって言うんやね。はい、それじゃあ2階へ。お、2階はなんかポップな感じ。あ、子供部屋？マジで？お、シベリアとの子供ですか？じゃ、まさかの動物と結婚する感じ。でもめっちゃ愛されてる子供。ねえ、もうこんな、あ、手作りの？
毛糸で手編みまでしちゃいます。すごい。見てこれ、まだ多分赤ちゃんやろうにさ、もうランドセルまで用意されとるよ。ピンクや、ピンク、女の子なんやね。かわいい。いいね、いいね。広々とした部屋が用意されとるよ、子供たち。立ちかどうかわからんけど。はい、そして地下へ。お、地下は、あ、なるほど。お風呂だ、お風呂。でもお風呂だけど、こっち側はちゃんと部屋なんやね、普通に。お風呂と一緒になってるの、部屋。いつでもお風呂へ。マイナスイオン超、マイナスイオンがめちゃくちゃ出てる。そしてここで多分、ここは多分シベリアの部屋やろ。で、こうやってね、指輪を渡すときに何て言おうかな、みたいなことを、ここで考えながらね、用意しとったんやと思うよ、きっと。いや、かっこいいじゃないですか。で、ここの住人さん。あ、いた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 。どうも。イケメンとデートを楽しんでね。イケメンとデート。なるほど、シベリアね。イケメンとデート。さっき愛の告白までされてしまったから。いや、嬉しいわ。はい、そして、お、教会の鐘がこんなところに。そして、落ちてるのは大好きー。まあね、当然ね。はい、そして3軒目の家がこっちに。もしかして、あ、またシベリアとかかと思った。違った。ん？なんだ、この辺はピラミッドとかがあるんですけど。そしてあっちにはなんか化石が落ちてあるし。ほい、3軒目ここだね。あ、なんか探検家の人っぽいのが。どうも。カンタ、キャンプ生活最高。キャンプ生活してるの？この家は？え、この家は？あ、なんかめちゃくちゃ、ただの研究施設みたいな感じかな。あの人は、ここの建物におるわけじゃなくって、ここに、ま、いろいろと、化石とかを置いて、自分は、キャンプ生活をしよるってことなんかな。すげえ。お、左側。何これ、世紀の発見なの？なんかすごい感じになってるけど、宇宙飛行士が、宇宙で発見してきた化石とかそういうこと？だったらすごすぎるけど。めちゃくちゃすごすぎるけど。やばいな。はい、そして、ここは奥行けるんかな？あ、行ける。奥の部屋へ。お、奥はジャングルだ、ジャングル。ジャングルで発見してきた化石なんやねん。そしてそれを写真に収めると。いいね、撮影までさせてくれるよ。親切。はい、そして、右側の部屋へ。こっちは、あ、雪山で発見された化石ってことか。なんかどこで発見されたみたいなのがわかるね、ちゃんと。すごい。だってこれあれやろ。マンモスとかそういう感じのやね。すげえ。はい、そして、2階へ。お、2階は、なんか、ちょっとした民族とか部族みたいなのがおるような場所なんかな。そういうところで発見された化石ということか。いいなぁ。漫画肉や、漫画肉。むっしゃーっといくやつですね。はい、そして地下へ。お、地下は、あ、地下はなんか作業部屋とか、あ、一応ここで寝泊まりみたいなのはするんかな。でも本当に寝るためにだけ帰ってくるみたいな感じやね。荒れ放題やし。家のど真ん中にティッシ
ちょっとなんか整理整頓しようよ。無頓着だな。ね、化石はめちゃくちゃ綺麗に陳列してあるのに。さあ、そして最後は、あっちだね。最後、4軒目の家。あ、ここでキャンプ生活しよるってこと？まあでもこの人が、マッケンユー。まさかの。まさかのマッケンユー。虫や虫虫。あ、そしてここにもやっぱり化石が。じゃあやっぱりここでキャンプ生活しよ、しながらの、まああっち、にちょっと研究施設みたいな、あれがあるっていうことなんかな？なるほどなるほど。なぜ一輪車なんやろ。なぜ、え、一輪車？移動手段一輪車？なんだか謎が多いわ。注目すべきはシベリアだけかと思ったけど、なんだかね、他の人たちも個性的だな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やっぱみんなそれぞれね、大好きな動物たちがおって、なんかその動物との夢の村みたいなのを作っとんやね。素晴らしい。